アイドルグループ仮面女子のメンバー怒りとむかしが3日までに自身の X旧ツイッターを更新し、新規採用職員への訓示が物議を醸し辞意を表明した静岡県の川勝平太知事についてコメントしました。川勝知事は1日県の採用職員への訓示で県庁職員と第一次産業や第二次産業などの従事者と比較し、皆様方は頭脳知性の高い方たちですなどと職業差別と取られかねない発言をしたことが問題視され、批判の声が上がりました。碇氏は静岡県知事が職業差別、ご自身もその野菜や足をいただいているはずでは、こんな問題発言する方に知性どこを言われたくないです。新規採用職員の訓示で話すということは常時こういう考えの人なのでしょうねと知見を綴りました。